PC エンジンコアグラフィックスとは、1989年12月8日に、日本電機ホームエレクトロニクスより発売された、家庭用ゲーム機、PC エンジンのマイナーチェンジ機種である。当時のメーカー希望小売価格は24,800円。初代 PC エンジンからのマイナーチェンジ版。PC エンジンシャトル。 PC エンジンスーパーグラフィックスと並んで発表された新型 PC エンジンの一つ。デザインが一部改良され、カラーリングをアンハイ色に変更しただけでなく、テレビへの出力端子を従来の RF 端子から AV 端子に変更。本体同梱の付属コントローラには連射機能をつけ、利便性の向上を図った。本体およびコントローラの色は濃いグレーとし、 ロゴや文字などのアクセントは青色とした。1991年6月21日には同時発売のスーパー CD-ROM2 にカラーリングを合わせ、本体及びコントローラーの色を薄いグレートし、アクセントをオレンジ色に変えたマイナーチェンジ版である PC、エンジンコアグラフィックス2も発売された。どちらも拡張バスを備えており、CD-ROM2 等の各種周辺機器が接続が、 可能である。また、以降の PC エンジンのコントローラには、標準的に連写機能が内蔵されることとなった。同時期に発売された、新型機の中で唯一 CD ログにを直結できる機種であり、当時 CD ログ2が普及しつつあった PC エンジン市場において、両登場まで主力商品となる。コアグラフィックス i 2は PCFX 発売年まで公式カタログに、 掲載されており、初代と合わせると、PC エンジン機器の中で、最も現役期間の長い機種だった。フランスでは、国内版にない RGB 出力を追加された、仕様で発売された。初代機も、わずかに輸入され流通していたが、コアグラフィックスから、正式な代理店による販売が開始したため、コーグラフィックスが、PC エンジンを指す通用名詞的に扱われた。 ありがとうございます。